プレキン新聞の敏腕記者2人が呉の各地にある風景、特産品など魅力満点のいろいろなお宝を救う。みんなに届け、こちらクレキン新聞。この番組は呉市の提供でお送りします。花房記者がいるのは阿賀にある広島文化学園大学。地域と大学が一緒になって頑張っている取り組みについて話を聞いたぞ。地域と大学、一体どんな取り組みなんですか？11月は児童虐待防止月間で、地域で様々な取り組みが行われています。そこで私たち広島文化学園大学看護学部ボランティアサークルも一緒に活動しているんです。子どもの命や心に大きな傷を負わせる児童虐待、そんな児童虐待の問題の理解を深めてもらうために各地で活動しています。皆さん、どのような取り組みを？街頭や文化祭等で児童虐待防止のシンボルであるこのオレンジリボンマスクの配布を行っています。また市民公開講座の開催など地域のイベントを通じて普及活動を行っています。近々開催される予定はありますか？はい、私たちのボランティアサークル主催で阿賀まちづくりセンターでシンポジウム防ごう子ども虐待、地域で支えよう親と子を開催します。このシンポジウムでは虐待を受けて育った子どもの話や保護者の支援、地域での取り組みについて話を聞きます。私たち一人一人にできることを考える機会を作り、地域全体での解決を目指しているのです。呉市には電話相談の窓口があります。子育てに不安があったり虐待を受けていると思う子どもがいれば相談してください。地域のみんなで協力して親と子を支え、虐待が起きる状況を防ぎましょう。子どもたちが笑顔で過ごせるように取り組みが行われてるんだな。よし、新聞にしてみんなに知ってもらうぞ。広島文化学園大学看護学部ボランティアサークルによる児童虐待防止活動、一件でも多くの児童虐待を防げるよう多くの人に訴えているのでした。東畑中学校休校した。